大雨災害に対するですね、心構えを一段高めていただくというふうにともに、避難場所、あと避難経路、こういったものを確認していただきたいと。気象庁は来月1日から危険な大雨をもたらす線状降水帯が発生する可能性があるときに、半日程度前から予測の情報を発表します。線状降水帯の予測は非常に難しく、的中率は4回に1回程度だということです。気象庁はさらに研究を重ねて精度を上げたいとしています。